あルがとうございこっちです。それは今回なんですけども、三菱フィナンシャルグループ、三菱 UFJ ニコスのクレジットカードで20%還元のキャンペーン始まる。あのキャンペーンと組み合わせたら実質40%還元もということで、今回はあの三菱 UFJ ニコスからの大型のキャンペーンというのが発表されたので、そちらについて解説、そしてお得な使い方も含めてサクッとお伝えしていこうと思います。それではまずはこちらから。 じゃん新金入会の方限定フレフレキャッシュレス20%還元フェス。ご利用金額の20%を漏れなくキャッシュバックというキャンペーンですね。いやー、これまた面白いキャンペーンが出てきましたね。まだ、あ、このキャンペーンの期間っていうのは本日の2月の1日、2020年の2月の1日からスタートしまして、6月30日までの結構長めのキャンペーンとなっています。すごいですね。今年の夏が始まる前まで開催がされています。 で、キャンペーンの詳細に入っていこうと思うんですが、まず今回の還元率っていうのが20%の内訳からお伝えしたいと思います。まあ、公式ページから引っ張ってきまして、もともと通常入会特典として、ご利用金額の10%分、最大5000円分が戻ってくるということだったんですが、今回のキャンペーンで通常特典に加えてさらに10%分が上乗せされて、 実質20%分が還元されるということで最大1万円が戻ってくるということになります。これいいですね。なので実際には5万円分お買い物をしたらマックスの1万円まで届くという計算になりますね。で、キャッシュバックされるまでの流れですが、こちらも公式ページがわかりやすかったので、そのまま引っ張ってきました。まず入会をして、 そして審査が通ってカードが手元に届いたら、入会日から2ヶ月後末日までに会員専用のウェブサービスの ID を登録。そして、あとはクレジットカードを使ってお買い物をすると。 そうすると、入会日から6ヶ月後の下旬に、ご登録の引き落とし口座へ入金がされるということになります。まあ、引き落とし口座へ入金というのはキャッシュバックのことになりますね。ちなみに入会してからのシミュレーションもありまして、例えば2月の10日に入会をしますと。で、そこからが、この緑で記載があるように、ご利用ご登録対象期間というのがスタートしまして、 6ヶ月後の下旬にキャッシュバックがされるので、8月の終わり頃ということになります。いや、まあ6ヶ月後っていうのが結構長いですね。まあキャンペーン自体が長いんですけども、まあもちろんそれも含めてキャッシュバックされる日もちょっと長くなりますね。ちなみに入会日に関しては、カードが届いた時の同封のカード台紙に記載がされていますので、とりあえず届いた時にこれは要チェックということになりますね。 次は気になる対象のカードですが、まあ種類が豊富です。それがこちら。じゃんということで結構ありますね。まあパパッと読むと、ビアソカード、MUFG カードスマート、MUFG カードスマート、イニシャルカード、MUFG カードゴールド、MUFG カードゴールドプレステージ、MUFG カードプラチナアメリカンエキスプレスカード、あとここには出てないんですが、 MUFG カード、JCB や MUFG カードのディズニーデザインなどのデザインタイプのものも対象です。まあ、ちょっとまあデザインタイプのカード出したかったんですが、まあ、ちょっと著作権的にまずかった気がしたので、まあ、気になる方は公式ページをご確認ください。まあ、このように見ると、ビアゾカードに関しては永年無料なので、これはいいですね。まあ,あとはまあ初年度は無料なんですが、2年目以降年会費がかかるものも結構あるので、まあ、ご自身のライフスタイルに合った カードを選ぶののが一番いいいかなと思いますで今回のキャンペーンの注意点ですが、いくつかありまして、新規入会で条件を満たした方がキャンペーンの対象となるということ、次にカード切り替えは新規入会扱いではないということ、そして最後にこれはよくキャンペーンでもあるあるなんですけども、予告なしで終了する可能性もあるということですね。これら3点についてはお気をつけください。 ちなみに気になる対象外項目もありまして、そのままですね、ちょっと読み上げたいと思うんですけども、上からカード年会費、各種カード発行手数料、会員情報誌、購読料、キャッシングサービスご利用分、カードローンご利用分、リボ払い手数料や分割手数料等は、キャンペーン集計の対象外ということでした。なので、これは何が言いたいかというと、まあ、以前、あの、三井住友カードの時にもお伝えしたかもしれませんが、 電子マネーやプリペイドカードにチャージができるということになります。なので、まあ、例えばスイカとか、まあ、キャッシュ、あとは僕が最近利用している D カードプリペイドなどと、まあ、組み合わせて使えることができるということですね。まあ、けどまあ、D カードプリペイドに関してはちょっとチャージの手数料がかかったりするので、まあ、キャッシュとかでもいいのかなとは思います。まあ、ですが、まあ、一つお伝えしたいのが、これはですね、実際にまだ三菱 UFJ ニコス側に問い合わせて確認がまだできていません。まあ、今回ですね、急遽動画を 僕作ったのでちょっと時間がある時にでも僕自身問い合わせてみたいと思いますもしですね視聴者さん側ですで、まあ、に問い合わせて確認しましたということがあればまたコメント欄にでも書いていただければと思いますいやこれで連携してからの特典の20ドリって結構えげつないですよね ちなみに、特典20ドりで関連するんですが、まあ、お題にもあった40%還元とは何ぞやってことですが、まあ、勘のいい方は、まあ、気がつくと思うんですけども、それが今出てるこちらなんですが、au ペイの毎週10億円20%還元のキャンペーンですね。まあ、これと組み合わせたら、実質40%還元も可能になるということですね。まあ、というのも、こちらはですね、英雄併のチャージで対応している クレジットカードの一覧となるんですけども、まあこれ一部引っ張ってきまして、まあご覧のようにマスターブランドは対応しているので、MFG カードやまあニコスカードが対象となります。なので、まあ今回のキャンペーンで作ったカードと合わせたら、まあ利用して、これで40%還元。まあこれは実質40%還元が可能となるということになります。 けどまあ気をつけてほしいのはキャンペーンの日程ですよね。こちらステージ1からステージ3までありますが、まあこれは AU ペイの20%還元なんですけども、実際に今からカードを作成して届くまでの期間を考えたらそんなに混雑してなかったとしても、ステージ1の期間には届きそうな気も先句もないですが、まあぶっちゃけ3月の1日までは10億円に達してる可能性もあるので、まあギリギリに ステージ2もしくはステージ3あたりは間に合うのかなと勝手に予想しています。まあこれはあくまでも僕の予想なので、これは気にしないでください。なのでですね、まあちょっとこの aupay のキャンペーンと合わせて使いたい方は、まあそれも踏まえてこのクレジットカードを使う、作るのもいいんじゃないかなと思ってます。で、もしここまでお伝えしてちょっと作ってみようかなと思った方がいらっしゃいましたら、作成する際はポイントサイトを経由して作成した方が結構お得ですね。 まあ今出てるこの画面っていうのはポイントサイトを比較するサイトなんですがまあ現在2月の2日18時30分現在だと年会費永年無料のビアソカードの場合は エンタメネットというサイトが5700円で一番高いんですが、もうこのサイト自体は僕使ってないので、まあ、ちょっと下の方にあるモッピーは登録してたまに使ってるので、もし僕が作成する場合はこのモッピーを経由して作ろうかなと思っています。ちなみにモッピーの場合だと4500円。今ちょっと下に出てますね。ちょっと小さくて申し訳ないんですけども。そしてよく利用してる笑うもビアソカードあったんですが、そんなにポイントは高くはなかったですね。まあけどもこれに関しては日によって結構連動する する変動するのでまあ、それはご自身でチェックしてみるのもいいと思いますまあ、この比較サイトも一応リンクは貼っておきますのでチェックしてみてください一応概要欄にモッピーの関する登録のリンクも貼ってますのでそれ経由して作成しようかなって方はぜひチェックしてみてくださいこちらもですねちなみに作成するタイミングはまあ、今お伝えしたようにポイントが高かったりとか低かったりとかもするのでご自身でこれに関しては判断する必要があります 最後に今回の三菱 UFJ ニコスクレジットカードの20%還元のキャンペーンをまとめるとキャンペーンの期間は2月の1日本日から6月の30日までで20%還元で上限は1万円まで6ヶ月後にキャッシュバックがされて作成するならポイントサイト経由がおすすめですよという感じですかねいやーまあここに来てもまたお得なキャンペーンなのでぜひですね詳細気になる方はチェックしてみるのもいいと思いますということで 本日の動画は以上ですご視聴どうもありがとうございました ま先ほどの話には関連するんですが、まあ、去年をちょっと振り返ったら、まあ、水穂銀行のあの、クイックペイとかのキャンペーンですね。まあ、僕はあの、水穂の JCB デビットとかスマートデビットを使って、まあ、それぞれキャッシュバックのキャンペーン参加させていただいて、僕の大好きなペックペイを使って決済をしたりしたんですけども、まあ、そして今も続いている三井住友カードのキャンペーンですね。まあ、三井住友カードに関しては、カードデザインがリニューアルされて、まあ、それも含めて、新たなるこう、キャンペーンがまた変え 開催さされれるとといううことももすすでに発表はされてますそして今回の三菱 UFJ フィナンシャルグループなのでまさかのこのメガバンクがこんなタイミングで攻めてくるとは本当に結構意外だったなと思いますまあ本当今はですねスマホ決済でも結構お得なキャンペーンが多い中今回のこの銀行系もこう攻めてるのでまあお得好きからしたら結構たまりませんよね まあけどですね、まあ無理なく使うのが一番ベストだと僕は思ってるので、まあ先ほどもちょっとお伝えしたように、まあご自身のライフスタイルからまあ今回のこのクレジットカードが必要であれば作成して、まあ必要じゃないなっていう場合はそのままでも全然大丈夫だと思います。ということで、ありがとうございました。